はいいつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。速化塾の久保でございます。私は40歳でね、パソコンを始めて、いわゆるすぐにネットビジネスの世界に入ったんですけども、3年で1億円以上稼いでですね、現在48歳なんですけども、隠居して5年目というね、隠居っていうのは要するに、まあ、どこにも出勤しないし、まあ何もしないですね、基本的には。で、YouTube を通じて皆さんにお得な情報を発信しながらね、 えー、そうやって生計を立てているわけなんですけども現在は投資の利回りとか運用益だけで暮らしますので特にこの商品買ってくださいとかねこんなお得情報ですよとかこのツールを買ったら投資に勝てますよってことはあんまりしないですねほとんどしない年に1回ぐらいですかねそういうのはね、まあ、その中でねあの小刻みなお得情報っていうのは日々発信してるんですけどもこの23週間断トツでおすすめする方法としてあるのは例のアプリなんですよ スマホアプリで、稼ぐ方法があるんですよねでこれは非常に簡単で、スマホアプリをダウンロードして、ダウンロードした後に、このプロフィールを作成する欄があるんですよ。で、そこにですね、まあ、身分証明のために、免許証番号などの個人情報を入れると。まあ、免許証番号だけでもいいんですけどね。えそして、紹介コードっていうのがあるんですよ。その紹介コードを入れると。そうすると、このアプリがスタートします。このアプリは何かっていうとね、 福岡フィナンシャルグループが作っているみんなの銀行というアプリなんですよ。これはですね、アプリがスタートした瞬間になんと1000円入ってるんですよね。いや、美味しくないですかこれ。アプリダウンロードして、ちょっとしたプロフィールを作成すると1000円入るアプリなんて聞いたことないでしょ。で、私ね、今ダントツでこれをお勧めしてるんですよ。で、このアプリのすごいところはこっからなんですよ。なぜかっていうと、自分のアプリの、まあ、このプロフィールできますよね。そうすると、今度はね、 自分主体の紹介コードっていうのが発行されるんですよ。その紹介コードを持って今度はね、いろんな人にこのアプリをダウンロードして、そして個人情報を入れた後に紹介コードを入れてくださいっていうふうにお勧めすると。そして紹介コードを入れてもらうと、自分に1000円が紹介料として入ってきます。そして、新しくアプリを作って、そこに紹介コードを入れた方にも1000円が入ってくるという、1000円1000円の連鎖が始まるんですよね。そしてこれをね、最大で、 30万まで1人が受けけ取れるわけなんですので,すんでこのアプリをダウンロードして紹介コードを入れて1000円をもらったら早速紹介活動をね家族の方とかお父さんとかお母さんとかねお子さんとかご兄弟姉妹親戚知り合い友達もしくはインターネット上の拡散こういったものを通じて日々入金をね楽しみにしみていいいたただきたいと思いますこの入金っていうのは翌日にはコンビニの ATM で現金として引き出せます。 このスピード感すごいでしょ、ね、こういうのね私がね情報業界に8年いますけども初めて出てきましたしかも後ろ盾が福岡フィナンシャルグループですよねちゃんと金融業取っているところでございます怪しいところがねなんか ICO みたいなの仕掛けてるのと訳が違います、ね、<laughs> えー、安心して取り組めるんではないかなと思いますでこれね1円もかからずにもうダウンロードからプロフィール作成まで5分ぐらいですよ それで1000円ってすごくないですかそして最大で30万円まで狙えるわけですから、今この瞬間ね、やらない手はないかなと思います。で、こういった疑問を持たれる方もいるんじゃないかなと思うんですよ。このみんなの銀行というアプリなんですけども、このアプリをね、人に広めようと思っても、自分はメールマガジンがあるわけじゃないし、LINE アットもやってないし、そして YouTube で発信することもできないから、ちょっとね、このアプリで稼ぐってことは、 難しいいいんんじじゃゃないかなかって感じちうう方はいると思うんですけどでもちょっと考えてみてくださいよこの無料アプリそして1000円儲かるアプリというこのすごくアドバンテージのあるアプリをですね紹介するよという名目でこういった YouTube を始めてみたりとかメールマガジンの第1号を発行してみたりとかってのはどうでしょうかね第1号から第1発目からこんなお得情報が入っているようなメールマガジンとかねそれから YouTube チャンネルっていうのは受けると思いませんか で、仮に受けなくても、今度ね、新しいお得な情報がありましたら、私流しますんで、それをもとに第2号を発行したりとかね、続編を作ってみたりとか、でもいいと思うんですよ。でもまあ、私としてはね、このみんなの銀行っていう案件が、キャンペーンが終わるまで、この1000円が入るキャンペーンが終わるまでは、毎日、毎日ね、同じ動画をどん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 量産して出してもいいと思いますよ。同じような動画を。私も、各意私もやってます。本当にね、この2、3週間ですけども、毎日ね、 みんなの銀行を紹介する動画を作ってはアップロード作ってはアップロード毎日1本か2本してるんですよそのおかげさんで新しいチャンネル登録の方もできますし新しいメールマガジンの読者さんもついてますしそして何よりもね私のところにも入金があるということなんですよねでこういうふうにして動画1本作って1000円とか2000円儲かるんだったらこんなにね儲かる動画のクリエイターさんってのはいないと思いますよ特に自分を初心者だと思うならまずはこの1000円を取りに行ってみましょうということなんですよね はい、今回はみんなの銀行というアプリを紹介させていただきました私もこの話を聞いた時ねすごいなと思ったんですよねなんとねちょっとここで大きな声で言えないんですけどもプラスで言っときましょうかえっ、ー、と犯罪歴のある方とか自己破産歴のある方とかカードブラックの方とかね審査がいろいろ通らないよローンが組めないよって方でも銀行口座が作れなかったよって方でもこのみんなの銀行作れちゃった実績が結構届いてるんですよどうですかねこれ うん、もしかしたらちょっとねいけない組織に入っている方もこのアプリ作れちゃうんじゃないかなと思いますけどもそこはね私の保証できる話ではありませんので単なる一つの噂として聞いていただければと思います、えー、それではね今回の動画は以上ですご視聴ありがとうございましたはい、えー、ということでね私の YouTube チャンネルではこのような儲かる情報とかねお金の問題解決とかそしてどうやったら 稼げるのか、どうやったら自分のファンができるのか YouTube チャンネルの読者さんはどうやって伸ばすのかこういった情報を日々更新しておりますのでよろしかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします、えー、それでは明日の更新までまたしばらくお待ちくださいありがとうございました